フランは4個の炭素原子と1個の酸素原子から構成される複素間式方向属化合物である。分子式 C4H4 を分子量68.07で CAS 登録番号は110から00から9。フランは IUPAC 命名法における許容関用名で系統名では1大きさマイナス2、4、シクロペンタジエンである。管の一部に エーテル結合があるため環状エーテルでもある。可燃性の無色透明の液体で、沸点が室温に近いため揮発性が非常に大きい。消防法に定める第四類危険物特殊因果物に該当する。誤因管であるが、酸素原子に孤立原子体があり、ひっける側を満たすため、方向属性を有する。フランの親化合物は、ペントス含有材料の熱分解。 特に松ヤニの寒流で得られる。パラジウム触媒を用いて水素化すると有機溶媒などに使われるテトラヒドロフランが得られる。フランという名称はラテン語でフスマを意味するフルフルにちなむ。フランは当初は誘導体として発見された。1780年にカール・ビルヘルムシェーレーがフスマからカルボン酸誘導体のニフロ酸を発見。 1831年にヨハン・デーベライナーが偽産の複製生物としてフリフラールを発見したが、1840年にジョンステンハウスによりフスマなどの植物体の上流によっても得られることが発見された。そして純粋なフランそのものは1870年にハイン・リヒ・リンプリヒトにより発見された。有点は摂氏85.6度、復点は 摂氏31.4度である。特異臭を持つ無色透明液体で空気中で合変しやすい。陰火点は摂氏35度のため室温で容易に陰火する。純粋なフランは容易に重厚反応を起こすため市販品には重合禁止剤が添加されている。有機溶媒に溶けやすいが水には溶けにくい。フランの酸素原子は炭素原子と同じく SP に混成している。 関平面に垂直な P 軌道上に2つの電子を提供し、関平面内の SP2 軌道上には1つの非共有電子体が存在する。この軌道上の2電子は 6π 電子系の形成に寄与している。痴漢した誘導体が多数あり、このような化合物の母体として重要である。代表例としては、ホルミル元が痴漢したフルフラール、ヒドロキシメチルフルフラールなどが挙げられる。 フランは、旧電子置換反応を受けやすい。これはフランが双極性の共鳴混成構造を持つ、ことによる。環境汚染物質として、しばしば言及される。フランは、フランそのものではなく、フラン管を持つジベンゾフランの誘導体のポリ、塩化ジベンゾフランのことである。p c d f は、ポリ塩化ジベンゾジオキシンに似た構造と毒性を持ち、ダイオキシン類に含まれる。 ウェブスター、S オンラインディクショナリー放棄情報、アレクサンドル・セニング、エルザビア、S ディクショナリー・オブ・キーモネ・アマラジー、エルザビア、2006、ISBN0 から444522395、リンプリクト、H、ユーバーダズ・テトラフィナル c 4 h 4 o ベレクト・デア・ドイチェン・ケミス・ケン・ゲゼルシャフトさん、ピアニッシモ、90-91、ドイ、10.1002、クバー、 百八十七億三万百二十九ロドエルネスト・ハリー・ケミストリー・オブ・カーボン・コンプーンズ・エモダン・コンプリヘン・シブ・トリー・デス・エル・ザビア。ありがとうございます。